このリフォームはお風呂と洗面所のリフォームです。壁からいろいろな架橋ポリ管が出ていますが、各給水、給湯、追い炊き管になります。そして床下に転がして立ち上げています。その床下に点検で潜ることはできないので、床下での継ぎ手は避けているので、このようにたくさんの配管数になっています。まずは交換の部品を前もって組んでいたものを配管に取り付けていきます。そして交換からの架橋ポリに変換する専用のソケットを取り付けます。この変換する継ぎ手も様々なタイプにメーカーがあります。メーカーによって多少の値段や材質は変わりますが、種類に関してはほとんど変わらないです。例えば材質が合金からプラスになると多少安くなったり、オンダというメーカーは独自の方法で流量を確保する特徴などが挙げられます。そして継ぎ手に架橋ポリを差し込む分の長さに切ります。架橋ポリは長ければ融通が利きますが、短いとかなり硬いので、余裕を持てる配管にできるならそうした方が施工が楽です。この継ぎ手の場合、矢印の灰色箇所が動いて赤い線が出ればちゃんと差し込まれたという仕組みです。もう一つも差し込みます。さらにもう一つの差し込みも組み立てていきます。最後に垂直を調整するためにわざと斜めの状態で組み合わせていきます。末端がチーズなどは陶器もしくは空き家になった場合の水抜きのためです。ネジ系は一度時計回りに回せばちょっと回しすぎたから戻すということができないので、こちらも最後にポリカンに方向を合わせるようにずらしています。そして磁石付きの水平器を当てて垂直を見て回します。ポリカンのソケットをポリカンの差し込み方向に合わせます。これで方向が合いました。ポリカンの差し込みは方向と高さが合わないと差し込めません。チーズの下方向に水抜き用ボールバルブを取り付けます。これで給水管の方は完了です。次回は給湯管の施工をします。見ていただきありがとうございます。